来年はまだ残るんだっけ、羽田行き。島、出てっちゃったら戻りにくくなるわね。だからこそ楽しまないとね、今年の夏は。そういう観点においては、今日のデートはそこそこだったわよ。結構久々だったけど、面白かった。まあ問題はあんたとじゃ勝負にならないことだけど、女の子の前じゃもうちょっと手加減とか覚えた方がいいわよ。ま、いっか。そういう渡りもタイプだってさっき言ったばかりだしね。ん？なんか言った？え？金持ちで頭が良くて身長180センチ以上、スポーツ万能、親は干渉しない、もしくは海外在住。これで長男じゃなければ最適。渡るは半分近く該当してるわよ。よかったわね、さすが旧家の御曹司。今までの私の行動パターンからはこういう人物像が読み取れると思うんだけど。何？その単なるいい人。にしては妙に具体的ね。いやよ、そんな地味な人。一緒にいてもつまんなそう。そう。なってもらったら困る。せっかく私がここまで磨いたのに。そう、それ。渡はそういうことさらっと言わなくちゃダメ。さすがは年上殺し。うまい。そこで目をそらしてその悲しそうな表情。私が女子大生ならコロッと引っかかるね。でもそれ言うにはちょっと前髪サラサラにしすぎちゃったかもね。なんで古文のあんたにそんなわけわかんない気を使う必要があるの？何の話よ。なんでそんな昔のことを持ち出すわけ？あんたって結構根に持つタイプ？
それはさっき聞いた。軽薄さに磨きがかかったその格好でそういう重いこと言うな。あ、これもったいない。あー、せっかく寮のみんなに見せびらかし。制約違反。第4条、星野渡の朝倉直子に対しての呼び捨てを禁じる。呼びかける場合は生徒会役職もしくは名字に3、先輩等をつけること。あー、でも制約違反のペナルティ決めてなかったわね。仕方ない。今回だけは初犯ということで不問に付します。じゃあ、そろそろ帰りますか。いいも悪いも、罰を決めてなかったんだから仕方ないわよ。今度までに厳しいのを考えておかなくちゃ、ね。ま、ね。あっちって、ああ。それは、まあそういうこともあるでしょ？デートなんだから。そう、デート。男の子と女の子が二人っきりで遊びに行く行為。だったら、別に。何？健康優良少年？下心ありありね。考えとくわ。別にオッケーしたわけじゃないわよ。そんな先走って喜ばれてもね。
当の話を、ま、いっか。それこそあんたらしいし。デートかデートでないかの二択で考えると、どう考えてもデート寄りでしょうね。あんたが楽しかったんなら全体として楽しかったでいいんじゃない？あら、君、つぐみ寮に用なの？な、何？それ、高見塚の制服じゃないわよね。あ、もしかして、寮水の？そうだけど、あの君は星野渉？あ、いえ、別に書き方が知りたかったわけじゃ。星野くん？あからさまに追いかけてきて、大声で呼びかけて、それで偶然もないと思うんだけど。なんなのよ、君は。聞いたわよ、君の評判。合ってるのは一つしかないけど、その前に意味がかぶってるのが多すぎるわよ。涼水の星野渉といえば、この島じゃ知らない者のいないくらいの有名人だとか、30歳以下の女の人には全員声かけたことがあるとか。とにかく、どうして私につきまとうの？どうして臆面もなくそういうことが言えるのよ。その前に、まず何の師匠なのよ。それって、周囲の女の子にはマイナスになることもあるんじゃないの？え？
私はマイナスもあり得るって。退屈はしないのは間違いないだろうけど、でもダメ、好きでもない相手とデートなんかできません。その饒舌さも例の師匠さん直伝なの？詳しいしてあいね。そう、前から入ってみたいと思ってたのよね。だってこの島にしてはすごく垢抜けたカフェ。島のことを悪く言うつもりは。なんでそんなに入るの嫌がるの？もしかしてお父さんが経営してるとか？いいわよ、別についてこなくても。君がしつこく誘うからお茶くらいならって思ったけど、どうやら口だけだったみたいね。いらっしゃいま。なんだ、誰か。やっぱり知り合いのお店だったんじゃない。こんにちは。いらっしゃいませ、お嬢さん。最初に確認しておきますが、君はここにいる渡君の彼女ですか？ちょっとした知り合い程度の。そうなんだ。まあ座って座って。初来店だよね。その制服高水塚だろ。なんで？偶然だな。俺もあそこの卒業生なんだよ。え？転校生だろ。スキューバー興味ある？今なら無料お試し期間中で。なるほど。はじめまして、師匠さん。あ？ほら、そこは補助線を引くの。どこをつなぐのかまでは教えないからね。テストに分度器が持ち込み可能ならそうしなさい。さあ、考えた考えた。今度落第点取ったら留年だって言われたんでしょ。ほら、頑張る。そんなに文句言わない。分かってきたら勉強って楽しいぞ。1科目でも100点取れたらデートしてあげるって。さ、頑張った頑張った。あ、たかしさん、アイスティーおかわりください。ねえ、うみちゃんだっけ？どんな子？あー、やっぱり噂は本当だったんだ。彼女いるんじゃん、星野くん。俺じゃねえよ、正文だろ。どうせこの間直子ちゃんと楽しそうに話してたからな。
浮気はダメだぞ、浮気は。私、シュラバはごめんだからね。すっごく可愛いんだって。それなのに星野くんにべったりだった。来年高見塚に進学してきたら直子ちゃんの天下も危ういぜ。うわ、見てみたい。ねえねえ、今度紹介してよ、星野くんってば。ねえ星野くんのこと、いつも女の子に声かけまくってる節操なしと見込んで、内緒で聞きたいことがあるんだけどさ。ちょっと、内緒って言ったじゃないのよ。年上の女の子を堂々と呼び捨てにする生意気な年下の男の子の影響じゃないのかな。あのね、早い話が、どうやったらそんなに簡単に好きって言えるのかな。私だって好きなのに言えないんだよな。そういうのって簡単に口に出すべきものじゃないと思うんだけど、でも必要なら言うべきなんだよね。違うってば星野くん。一般論、あ、これ店の中で抱きつくな。やっぱりさ、男の子の言う好きと女の子の言う好きじゃ恥ずかしさが違うと思うのよね。誰でもが抜けてるわよ。何か恥ずかしさをなくすいい方法ないかな。はあ、あと半年もないのにな。そう、なんでもない。はあ、ごめん、いいや、忘れて。え？たかしさんの？何それ？先輩、なんでそんなに威力が違うんだろうね。結局最終的に行き着くのはそこか。声が大きい
って高橋さんに聞かれるよ。そう、それは折り目正しいわね。いろいろと正したい内容がそこはかとなく散りばめられてるけど、ちょっとそこまで先走らない。ただ服見て食事してちょっと遊ぶだけよ。行き先はもう決めてあるんだ。そんなに嬉しいの？ああ、いいよ。いつもの格好で全然構わないから。そうじゃないの。そうじゃなくてね、ちょっと考えてることがあって。うん、大丈夫。気を使わせちゃってごめんね。よしっと。見え張りなさんな。おじいさんはお金持ちだけどお小遣い少ないっていつもこぼしてるくせに。いいんだよ。うん、思った通りだ。理想的なかっこいい彼氏の出来上がりってね。一つ年下ってのも何気にポイント高いかな。そうだったね。女の子たちがほっとかないと思う。じゃあ行こうか。